こいつだったか犯人は。今君ちゃんに LINE 返信してた。ほらやっぱり聞いてください、聞いてください。ほら、違うんだよ。キミちゃんがね、違う、キミちゃんじゃない。なんかここのレッスン場みたいなとこでイヤホンを置いといたんですよ。そしたら私のイヤホンがなくなってて、結構新品ので、なんかめっちゃ汚いイヤホンが残ってて、多分これ間違えて持ってたんだなって思って、誰だよって思ってたらね、赤堀キミエさんでした。ごめんなさいって書いてあるねえ、ほらちょっと待って、どこに置いたっけ。あった、これ、これやろ、このこれやろ、なくなったと思った。使ってます、だって。で、私がこれを保管しておこう。でもよかった、私のなくなってなくて。潰れそうって何？どういうこと？音聞こえる？音聞こえる？何が潰れそうなの？そう、これ線切れそう。あ、待って、足しびれる。で、どこ？聞こえるならいいや。じゃあ次会う時までこれ持っとくね。静岡の方言って壊れそうって意味だって。本当に？弁償します、なんでや。これは次会う時まで預かっておきます。私がいつ会うんだろうね、次。年明けかな。じゃあこれをね、よかったです、一件落着しましたって感じ。え、綺麗でしょ、最近買ったの、なくしてめちゃめちゃ綺麗でびっくりした。だってやろ、まあじゃあこれは今日から私のやつというか。イヤホンなくす人はいない、なくしやすい、みんな同じだもんね。一緒に新しいイヤホン買いに行こう、新年に。別にいいけど、なんで。やっぱこのね、正規品が一番いいよね。絶対川島いる、向こうに。マジでごめん、大丈夫、全然いい、私を。頑張ってね、キミちゃん。正規品が一番いいよ。いいよ、使って。バイバイ。今のラインだった。使いやすい、正規品は。使わないからあげたいの？本当に？欲しい。キミちゃんはいなくなりました。エアポッツね、なくしそう。知らない？3個あるの？あ、いた。いなくなった。
まあ、あと5分で寝ます。あと5分っていうか今何時か分かんないけど30分で寝ます。ももたん始まりましたがって言われちゃった。早くやめないと。ねえ、私よ、きみちゃん。バイバイ。すいません、早くやめますね。ごめんよ。ももたん始まりましたが。怖い。やめます。でもね、やっぱね、やめた方がいいって方が多いのでね、やめます。練習しなきゃいけないし。何食べてるの？パン。てるさん、良いお年を。2個、ありがとうございます。はあ。リハ終わったかな。顎伸びました。だってひどい。そんな顔面ディスんないで。ちょっとね、この顔は生まれつきなんでね、どうしようもないですよね。顔変えたい。よいお年を。見てくれてありがとう。ありがとうしよう。今日は、今日は29日ですね。練習しなきゃ。あと2日楽しみだけど。楽しみですね。今年はありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ジャータンさん、良いお年をありがとうございます。今日もじゃない、年末限定なのかな、このスタンプみたいなやつ。今日はノーさんに会ったら、あ、偶然ですねって言うんですよ。だから頑張ってる。今来年会いに来ますねって。会いに来てね、みんな待ってるよ。一緒に楽しい一年にしましょう。ももたんがヘリコプターのラジオラジコン飛ばしてるの？かわいい。かわいいよね、ももたんってかわいいよね。本当にね、かわいくてね、最近の癒しなんだ。癒しと、なんかももたんと一緒に踊るとめっちゃね、激しくやっちゃう。来年もよろしくね、こちらこそ。待ち伏せしてご挨拶。ももたんに反抗期来たら泣くって。もう反抗期終わったくないって。私に対しての反抗期はもう終わりましたね。最近優しい。妹みたいな感じですか。娘です。娘ですね。もう見てないところ見せたの、ももたんに。偶然ですね。わかりやすい。
がとう。こちらこそ。大好きだった。そう、今練習中。あ、偶然ですね。このジュリさん可愛いよな。不自然、嘘。どうしたら自然になる。あ、偶然ですね。あ、偶然ですね。笑い声なんてあるの。偶然を装う練習。わー、なに、さりげないメールか。たまいないことを送るの。そうしん。そう、くだらないね。LINE にもね、優しくね、返事してくれる。あ、7時30分で早くやめなきゃ。偶然予想い待ち伏せしてご挨拶。次下病でお休み、お見舞いに来てくれるから、来ない来ない。まあじゃあ頑張りますね。あ、偶然ですね。あ、偶然ですね。結構すごいかしらな、確かに。怖いかしら多いですよね。なんかこの鉄男のなんか鉄男のユニットはなんかサイコパスばっかりみたいな。わざとらしい、本当に。わかりやすでも、ね、ちゃんとね、会ったら偶然ですねって言いますねって言ってあるんだもん。あの歌詞の作戦参考にならないの。2番、ワン電話には出ない、少しじらさないとダメ。ダメやな、出ないと、電話出ないとダメや。トゥー、不安にさせたら大事なものに気づく。高度すぎる作戦。3K 違う、久しぶりに会うそのタイミングが重要。いや、相手はそんな考えてないって絶対。可愛いって可愛い歌詞だね。まあ確かに経験がない人の歌なんだ。かわいい。え、仮病でお休み、お見舞いに来てくれるかなって。かわいい。かわいいね。そんな。かわいい。かわいい歌詞だね。かわいい。もうさ、でもさ、読み切れないってことはさ、ちょっと読めてると思ってるってこと。かわいい。かわいいな、かわいいな。いいね、いい歌詞ですね。さて、そろそろお時間ですかね。白メガネのトミーさん、ハートいっぱいありがとうございます。じゃあ次ランキングが変わっ、次ランキングが変わったら、更新されたらそれを読んで読みます。
サムネコっぽい、どういうこと、どういうことや。可愛い歌詞でしたね。ありがとうございました。こちらこそ。変わったら教えてください。ちょっといっぱい聴こう。ホテッドグループの曲可愛い。待って、本当に可愛い。どうしよう。やっぱね、偶然ですね。あと何があるっけ、セリフ。なんで足がしびれてきた。我慢しよう。なんで。なるほどですね。おしりさん、久しぶり。あ、久しぶりそのタイミングが嫌だよ。久しぶりなんて毎日会いたいよね。それはちょっと嘘ついた。嘘じゃないけど、久しぶりに、久しぶりに会うのもいいけど、久しぶりに会うと人見知りしちゃうんだよね。今日もアーミーに会ったの久しぶりで、はぁっ偶然の調子はどうですかってナオさんから LINE 来てた。LINE が来ました。あってことは、リハ終わったのか。あーみちゃんにもめっちゃ久しぶり。久しぶりじゃないんだけど、緊張した。でもみんな緊張する、誰でも緊張する。今練習してましたって。それじゃあね、終わりますね。またね、また来年会いましょう。偶然頑張ってみたってありがとうございます。いいよ、私をアランキング見ます。あれ変わったかな、変わってない、変わってないかい。その時計は、え、時計って何、何、時計って何、ありがとう。言うよ、私はみんな。え、時計って何、あ、変わった。